大鳥三島大社は、静岡県三島市大宮町にある神社。式内社、伊豆国一宮、伊豆国総社。旧社格は、官兵大社で、現在は、神社本庁の別表神社。静岡県東部の伊豆半島基部、三島市の中心部に鎮座する。境内入り口の大鳥以前を東西に、旧東海道、南に、旧下田街道が走る。 周辺は、伊豆国の中心部として、国府のあった地で、後に、三島大社の鳥居前町として発達、いつしか、地名も大社に由来して、三島と称されるようになったとされる。社名の、三島とは、伊豆大島、三宅島等からなる、伊豆諸島を指すと言われ、主催神は、伊豆諸島の開拓神である。当社は、古代には、 伊豆諸島の噴火を恐れた人々から厚く数計された。中世に入ると、伊豆国の一宮として、源の頼朝はじめ多くの武家からの数計を集めた。近世以降は三島が、東海道の宿場町として発達したことに伴い、東海道を往来する庶民からも厚く信仰された神社である。境内では、本殿、平殿、拝殿が国の重要文化財に、 金木星が国の天然記念物に指定されている。また社宝では、北条政子の奉納と伝わる国宝の梅巻絵手箱をはじめとして、多数の所蔵品が国の重要文化財や静岡県指定文化財に指定されている。伊豆諸島、三島とは、お島すなわち、伊豆諸島を意味するとされる。社名は戦前は、三島神社と称したが、戦後は、 三島大社を称している。歴史的には、資料上で次の故障が見える。通説では、三島の故障は、伊豆諸島に対する損傷、お島に由来するとされる。伊豆諸島を指す地名の、三島としては、古くは、天平十三年に、伊豆三島の記載が、平安時代の和名類受賞では、伊豆国家も軍に、三島号の記載が見える。なお、 別説として、小市国蔵が放災した、伊予国一宮の大山住神社を由来とする説がある。また、鴨群で、三島大社を放災した伊豆国蔵服部連が少なびこなの命の光栄で、三島鴨神社を放災した、三島あがた主や、同じく、少なびこなの命の光栄で、三島屋の地名を残した、鳥取市と同族と見られ、 三島民族命を祖とする、カモアガタヌシとも、同族と推定されることから、少なびコナの命の一族に由来する地名とする説も、ある。現在の鎮座地の地名は、三島であるが、これは、先の伊豆諸島を指す、三島とは異なり、古代の資料には見えない地名である。当地は、古代には、伊豆国の国府があったことから、国府と称された。そして三島神が、 国府に祀られた後、13世紀末頃からおこそに、ちなんで、地名も、三島と呼ぶようになったとされる。伊香本校では、新名としては社名に習って、三島の表記を使用するが、資料の引用では、常用館自体を使用する。関係上、三島の表記を使用して解説する。祭人は次の二柱。二柱は、三島大臣、または、 三島大明神と総称される。本事物は、薬師如来。三島大社の祭神に関しては、古くは大山住命祭神説、今年ぬ主神祭神説が存在した。大山住命説は、鎌倉時代の東刊紀行に始まって、原平清水期、尺日本期、二十一社期、日本初期三書等の書資料に見える説である。三島神が、 伊予国一の宮の大山住神社に由来するという伝説に基づき、今年ろ主神説が唱えられるまでは広く定着していた。一方の今年ろ主神説は、江戸時代後期の平田厚種の古志伝での主張に始まる説である。室町時代の22社本苑に、都派、八重今年ろ主の神井塚も群座三島神、伊予国座三島神同体座運と同じというの記載に、 もとづく。この記述は、伊予の国の大山積神社の主祭神も、今年の主神としてしまっている。江戸時代までの祭神は、大山積命とされていたが、幕末に、今年の主神説が国学者の支持を得たため、明治6年に、今年の主神に改められた。その後大正期に入って、大山積の地説が再浮上したため、二柱説が、 昭和27年に制定されて、現在に至っている。近年の研究では、三島神は、お島神すなわち、伊豆諸島の神を意味するとして、上記二節とも後世の深いとする見方が有力視される。この中で、噴火の盛んな伊豆諸島で、原始的な作り島神、公開神として祀られたのが、三島神の始まりであるという。そして、三島の音から、 後世に、他の神に結びつけられたとも推測されている。三島神、イコナ姫命の,地の変遷。式内社調査報告で推測される三島神、イコナ姫命の,地の変遷。イコナ姫命の地神社、三島神の後記載のイコナ姫命の地を祀る。一説に三島神の旧鎮座地は、イコナ姫命の地神社付近であるという。創建は不詳。皇述のように、 演技式新名帳には、伊豆国鴨郡群の所在と記載され、現在地と相違することから、千座説、文明語季節等の諸説が提唱されている。文献上で、現在地の鎮座が確実なのは、東鏡ま自称4年の記事からである。現在通説として知られるのは、はじめ鴨郡群三島里、後、鴨郡群大社号、白浜、さらに、田形軍 小川郷の伊豆国府へと先座したとする説である。一方の群名語記説では、演儀式の記載を疑い、太古より、当地に鎮座とする。以上のほか、三島の神明から、伊予国一の宮の大山住神社との関係を、想定する説もある。古代史料の所見は、天平法事2年で、伊豆三島神に対して10月2日に、福九古が、 12月に福4個が授けられている。国史では、天朝9年の記事において、三島神、いこな姫命神の二神が、地に船長に、神宮人、池三章を作るなど多くの神意を示したとして、名神に預かっている。同記事の3日前の記事では、秀里の下人が、伊豆国つかみのたたりであると記されているが、この、伊豆国つかみは、三島神、いこな姫命神と、 同一心とする説もある。あは命、神社三島神の、本校のあは命を祀る。俗日本語記の記事によると、上は5年7月5日夜に、上密島で、激しい噴火が発生した。占いの結果、それは、三島神の後、記載外界を賜ったにもかかわらず、本校たるあわ神には、沙汰がないことに対する怒りによるものだとみなされた。同記事では、 五行に関する、具体的な言及はないが、これは、イコナヒメイノチを指すとされる。この記事を受けて、約1ヶ月後には、阿わイノチと、モノイミナのイノチの深海が、無意から十五位下に上った。その後、三島神は、歌唱三年に、十五位上の深海が授けられた後、忍寿二年に十四意した。天安三年に十四以上、上岸六年に聖四意した。 上岸十年に十三味が授けられた。延長五年成立の演劇式新名帳では、伊豆国鴨郡に、泉島神社名神大月寺二稲目として、名神大社に列するとともに、月次祭、二稲目祭りで平白に預かった旨が記載されている。また、演劇式主税料によると、三島神寮として二千束が下されていた。上平年間頃の、 和明類受賞では、伊豆国鴨茂群に、大古祖号の地名が見えるが、これは、伊豆三島神社、伊古那姫命神社に基づく合名とされる。中世から、近世中世に入ると、三島社は、伊豆国で、一宮の地位に位置づけられたほか、伊豆国の僧者も兼ねたとされる。伊豆国新会長以前成立では、小一位三島大明人と記載されている。 伝源の頼朝像源、頼朝の三島神に対する崇敬は厚く、三島社に重ねて、戦勝祈願と寄進を行った。あずま自称四年の記事によると、源の頼朝は挙兵直前に、足立森長に対して、三島社への奉兵を命じ、その後伊豆北条氏と組んで木代の山木兼高を、打ち取った。また、頼朝は、同年に、 平家軍との戦のために死に向かう際にも、三島神を拝んだという。このような戦勝祈願に見えるように、三島社は、源の頼朝から厚く数計され、頼朝からは自称4年10月に、三園、河原の谷、長崎の新領の寄進、元略2年6月に、臨時裁領として河原の谷、三園の寄進、同年8月には、北条海領として、ぬか伝、 長崎の鬼神文治四年正月に参詣研究六年に、新名、県の奉納が行われた。頼朝が開いた鎌倉幕府は、三島社を、鶴岡八幡宮や二所権元,元と並んで進行している。頼朝以後も鎌倉幕府将軍は、代々三島社に参詣しており、特に四大将軍、藤原頼常は最も多くの参詣を行った。この時代、 鎌倉幕府の将軍、ご家人は、東海道を、従来の足柄越ではなく、箱根越,越を利用した。これによって、箱根路が、活性化し、箱根手前に位置する、三島社には、数多くの旅人が参詣した。東海道の気候文には必ず、三島社のことが記されており、東刊気候の作者や、竹崎末長、阿仏に、霊勢、駄目助、明日海正あ一辺、 五深くサイン二条などが山景の様子を描写している。南北朝時代に入り、騒乱が増えると、三島社では戦勝祈願を行う例が多く見られた。三島社は、室町幕府、鎌倉久保からも厚い数景を受けたため、車両寄進がたびたびなされていた。戦国時代には統治を治めた御北上氏の保護を受け、御北上氏からは造営の支援も行われた。 a 十1年の交渉、春三国同盟解消に伴って統治は、対武田氏の最前線になったため、たびたび陛下にあったとされる。御法上氏は積極的に、三島社の造営を支援したが、それが、御法上氏にとっての重荷になったとも言われる。江戸時代、江戸幕府からは、文六三年に、車両330国が寄進された。 慶長9年にはさらに200国が加えられ、江戸時代を通じて、計530国を有していた。近代以降、明治維新後、明治4年に、近代社格制度において、官兵大社に列し、三島神社と称した。戦後は、三島大社と解称し、神社本庁の別表神社に列している。三島大社の官主職は、 伊豆国像の光栄を称する矢田部氏が代々接収する。伊豆国像について、仙台旧字本義では、神宮皇后の時に、若竹命が国の宮津湖に認じられたといい、この若竹命は、服部連祖、天根湖命の発生今後であるという。矢田部氏に伝わる系図、伊豆国像伊豆宿根系図では、初代に、天後命、第九代に、弱滝命を記載する。 やたべ氏は、もともとは、草壁忠であったとされる。俗日本記では、天平十四年に、外十七位下の草壁忠だします人が、伊豆国造伊豆寺家生を賜った。また、法棄二年に、外十五位下の伊豆国造伊豆寺家か皆が、十五位下を賜ったと記載される。経図によると、その光栄の伊豆元星が、三島官主となって、以降、 代々三島社の祭祀に携わったという。伊豆久常の時には三根に子がなかったため、弟の国盛が、東新守五郎大部を、末弟の貞森が、西館主四郎大部を称して、後を継いだ。今日は五年の国盛の偶司部人を示す文書は、現在にも残っている。その後は東大部、西大部が並び立って、三島社の社務を分担し、西大部は、 二宮八万宮の官主も兼務したという。東大部と西大部は代々継承されたが、南北朝期以降は西大部は没落して東大部のみとなった。以降の官主職は東大部の世襲となり、一族は元六年間に生を八田部に改めた上で現在の宮司に立っている。社僧としては愛善院、大徳院、竜宝院。 法政院の4シーンがあった。また、神宮寺には、国分寺の章も見える。三島大社は、元は、下田市白浜に所在したと言われる。日本語記一文では、社地に関する、次の記載があるが、これは、白浜鎮座寺の描写とされる。三島地域での所在を示す最古の資料は、あず鏡自称4年記事である。鎌倉時代の、一辺木与第六巻では、 公安五年に一編が散掲した、際の老門、廃殿、老門、平殿、本殿からなる社殿が描かれている。現在、その様子は、三島大社宝物館に模型で再現されている。鎌倉時代以降の文書に見える造営、修復年次は、文治三年、建英元年、家庭元年、文英九年、昭安四年、火力四年、塩分三年、王安三年、 英徳2年、王永13年、王衛25年、大永6年、慶長9年、官永13年、女王3年、漢文11年、聖徳元年、法歴5年、安永5年、官政8年、文化9年、天保3年、慶応4年、大正12年、昭和10年。上記の内特に、江戸幕府三大将軍、徳川家光による。 官営期の造営で大規模な社殿が整えられた。その後の江戸期の社殿の様子を示す資料は多く、江津では五重塔や五魔道、共造といった仏教施設も見える。しかし嘉永7年に発生した安政東海地震によってほとんどは倒壊したため、社殿は幕末の慶応4年にかけて再建された。その後は大正12年の関東大震災。 昭和5年の北伊豆地震による被害の修復を経て、現在に至っている。境内の広さは14,057坪。他に、境外地として、約2,200坪を所有する。本殿、拝殿、拝殿主要社殿は、本殿、平殿、拝殿からなる権限づくりの複合社殿である。大古蘇川ではこれらを、五点と総称する。 いずれも江戸時代末期の海江7年の安政東海地震後に再建されたもので、慶応2年9月9日に落成した。境内にある主な建造物も同時期の明治元年にかけての再建である。社殿の形式は、関栄年間の徳川家光造栄寺を踏襲したものとされる。本殿は三軒社流れ作りで、道川原武器。平殿は桁行き三軒、張間一軒。 一重、両下げ作りで、銅板武器。拝殿は、桁行き七間張間島、一重、入萌屋作り、正面地鳥羽派付け後輩三間の木刀派付けで、銅瓦武器。本殿、平殿、拝殿いずれも、総家やきそ木造で、国内有数の規模の社殿である。また本殿は、起承寺の神宮皇后の説話に基づく、彫刻をはじめとして、 本殿の内っ上の小壁、本殿と拝殿のカエルマタなどの要所に彫刻が施されているが、これらは、伊豆国名校の小沢望道、駿河国名校の後藤義春漁が競い合って完成させたものと言われる。これら社殿三殿は、江戸時代を代表する建造物であるとして、国の重要文化財に指定されている。拝殿前に建てられている舞殿は、本殿等々、 同時期の慶応2年12月18日の再建。古くは、花井殿と呼ばれる神楽儀祈を行う場であったが、後に、舞の奉納が主となったので、舞殿と称されるようになったという。現在では、舞のか各種神事でも使用される。舞殿には、中国、現代に各巨経編山の24項をもとにした彫刻が、巡らされている。この舞殿は、 三島市指定文化財に指定されている。新門も、また、本殿等と、同時期の慶応3年8月10日の再建。御殿同様に、宗家焼き作りである。毎殿とともに、三島市指定文化財に指定されている。その他、境内には新、新目社宗門完成、旧宗門の芸能殿2月11日完成、客殿等の社殿がある。 金木星著名な老木として、新門内に金木星がある。この樹木は、薄木木星の尾木で、樹齢約1200年、樹高10メートル以上を測る老木、巨木である。二度咲きの性質を持つが、特に二度目の9月下旬から10月上旬にかけては、炭鉱色の花で満開になる。この金木星は、国の天然記念物に指定されている。また、 境内に広がる陳珠の森は、三島大社社層として、三島市指定天然記念物に指定されている。現在の節末社は、拙者2社、末社13社の、計15社。古くは他にも多数の節末社があったが、現在は事実上独立している。若宮神社、剣木神社かつて、三島大社に属した、節末社。下記はいずれも、大社境外に所在する。 元拙者で、現在は、独立する。三島大社の霊祭は、毎年8月16日に行われる。霊祭自体は16日であるが、各種神事が15日の拙者、若宮神社の霊祭に始まって17日まで、取り行われる。三島大社では、古くから4月8月11月の2の、取り火に大祭が行われたが、 明治に入って特に8月の祭りが、例祭に定められた。4月11月の祭りは、現在も、鳥祭りとして続いている。8月15日から17日の3日間は、三島市内でも、三島夏祭りと称して、源頼朝の出陣を模した行列が催される。他、出汁が出て、三島林が披露されるなど最も賑わいを見せる。 梅巻江手こ古代、伊豆国の祭祀には度重なる伊豆諸島の火山活動が深く関係した。その活動は7世紀半ばから8世紀初めにかけてと9世紀にそれぞれピークを迎えたとされる。当時の火山活動は人々にとって重大な関心事で、その噴火は神の業とみなされていた。そのため、伊豆国では火山に関連した。 多数の神社が祀られるとともに、牧船の技術も発達した。当時の祭祀の様子を示す資料として、平安時代の演技式神明帳がある。同帳では、伊豆国に、全国9位相当の92座の式内車を乗せるが、一軍あたりにした場合には、式内車の多いことで知られる、伊勢国、伊豆国をも大きく上回る。伊豆国でも特に、 鴨群が重要視されたと見られ、鴨群には伊豆国の半数の46座が記載されるが、一号あたりで見ると全国でも突出した密度になる。この46座のうち20数座は伊豆諸島の鎮座とされる。それらの神々の中でも筆頭に位置づけられたのが、伊豆三島神社、現在の三島大社である。三島とは、お島のいいとされるように、三島神とは、 伊豆諸島全体を象徴する神を意味するとされる。三島神については、俗日本語記において、本校として阿波神、阿波神のおこ神として、物意味なのの命、その他にあと記載のあった旨の記載がある。新名蝶記載の神々も、同記事のように、三島神の病影に位置づけられたと考えられている。神明蝶に見えない、病泳神の遠古関係を交渉する資料としては、 中世に記された三宅記が知られる。三宅記は伊豆地方の神々に関する演技、本地仏で、書斎の神明には神明朝との一致も見られることから、病栄神の類推に使用されている。神明朝や三宅記から三島病栄神と交渉される神々の一覧は次の通り。現在の否定者はそれぞれ伊豆国の式内社一覧、三宅記を参照。 三島歴は、三島大社の暦市、河池から反布された暦。起源不詳ながら、古くから使用された暦で、伊豆地方を中心に、東海、関東、甲信地方に広まった。初出は、空下日曜区風略集、大安7年3月4日、上、最古の暦は、影響9年の万歴。所在地参拝時間付属施設宝物館。 交通アクセス周辺資料書籍サイト資料文献3億1125万3277三島大社オープンストリートマップありがとうございます